小内刈りのイラスト小内刈りは、柔道の投げ技の足技21本の一つで、刈り技の一種である。行動官や国際柔道連盟での正式名。愛不略号コッグ。自分の足の内側で、相手の足を内側から刈る技。体重のかかっている、一方の足を内側から手前に刈って倒す技である。右組みの場合、相手を真後ろ、または、 右後ろ隅に崩し、自分の右足の土踏まず付近で樹の右足のかかとをつま先方向に借り、後方に倒す。自らが下がりながらかける場合は、後ろさばきで相手の右足を大きく引き出し、体を左にさばき、右足裏で相手の右足を内側からつま先の方向に刈る。大内刈、り、内股、背負い投げなどと連絡しやすいことから、 いろいろな変化がある。女三四郎こと山口香織がこの技を得意としている。相撲の決まり手では、ちょんがけが小内狩りに当たる技である。小内払いは相手の体重のかかっている一方の足を自分の足の内側で内から外に払っての小内狩り。両手殺し小内狩りは、 相手の両袖を取り、相手が右足を前に踏み出した瞬間、右足を相手の右かかとに引っ掛け、同時に、左手で相手の右手を相手のへそに押し付け、右手で相手の左手を相手の右肩に押し上げる。引っ掛けた相手の右足を両足の間に引き、相手の状態を押す小ち狩り。石黒形式の得意技。別名、石黒の小内狩り。ーチ者は、 小内狩りの変化技正式な技としては認められておらず、技をかけることはできるが、足をかけて視点にした際に、小外狩り、小外掛かり、大外狩り、大外打ちに比べると、遊びができてしまい、相手に反撃されやすい。返し技のうち、小内狩りへの特有の技としては、高知ペン、小内狩り返しがある。他に、返し技としては、以下のようなものがある。 動きは右組で解説している。かつて、行動館では横捨て身技のコーチ巻き込みも小内刈りに包含されていた。しかしながら多様化する技術への対応のために行動管理研究部で技名称の再検討を行った結果、2017年にコーチ巻き込みを正式に横捨て身技として認めることになった。技を極める、柔道92ページ。 加納ーイユキ河村定造、中村良造、大悟敏郎、竹内全徳、柔道大辞典、佐藤信幸アテネ書房、日本、142ページ。ISBN 48億7152万2059。小内払い、加納ーイユ河村定造、中村良造、大悟敏郎、竹内全徳、柔道大辞典。 佐藤信幸、アテネ書房、日本、初版第一冊、422ページ。ISBN 48億7152万2059。両手殺し小内狩り柔道の技名称について、ありがとうございます。